ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。委員の移動についてご報告いたします。本日、松川るい君が委員を辞任され、その補欠として井上義行君が選任されました。休憩前に引き続き、防衛省が調達する装備品等の開発、および生産のための基盤の強化に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います福山哲郎君 お疲れ様でございます、福山でございます、よろしくお願いいたします。えー、昨日、国連安保理決議違反である北朝鮮の軍事偵察衛星の打ち上げがありました。まあ、結果、墜落、失敗に終わったという判断だと思いますが、まあ、2回目の打ち上げを強調をしています。 引き続き警戒が必要だと考えますが、大臣はどのように考えているのか、また2回目の打ち上げはいつ頃を想定しているのか、まあ、言えること、言えないことはあると思いますが、お答えいただけますでしょうか。浜田防衛大臣5月29日、北朝鮮からの通報を受け、万が一、我が国の領域に落下する場合に、イージス艦およびパクスリー部隊をによる迎撃が行えるようにですね。 弾道ミサイル等の破壊措置命令をを発出をいたたししましたこの命令の下、防衛省自衛隊として、各種情報を踏まえた総合的な分析、評価などに基づき、適切な体制を構築していたところであります。 昨日朝、北朝鮮から一発の弾道ミサイルの可能性があるものが南方向に向け発射されていましたが、これは公海上で消失したものと推定しております。引き続き、必要な体制のを構築して、情報収集、警戒監視に万全を期してまいりたいと思います。 再度発射の可能性については、防衛省として北朝鮮の軍事動向について、平素から重大な関心を持って情報収集、分析に努めているところですが、個々の具体的な情報の内容については、事柄の提出をお答えすることが困難であることを、ご理解いただきたいと思います福山哲郎君。はい、あの引き続き警戒態勢、よろしくお願いしたいと思います。まあ、一方でもう報道にも出ていますが 今、大臣が言われた適切な警戒態勢を、まあ、指示をしていたけれどもということで、石、えー、垣島では展開が予定されていたパック3は配備されていなかったと、それから今日これ、提示するのを理事会でお許しをいただいたので、提示しますが、これ、宮古島です、宮古島でもともと、えー、配備されたものが昨日はこういう建物の横に、まあ、ある意味で撤収されて、 そして、えー、発射機は畳まれておいてあったと、これ、あの配備されたあととこの撤収のあと、両方確認をされている住民がいらっしゃってです、ね、SNS では写真がこういう形で出ています。で自民党の党内からも問題視する声が上がっているというふうに報道を見ましたけれども、まあ、台風が接近したので、 強風の影響で展開せずというような話が流れています。一方で、官房長官は適切だったと言っているんですが、これあの、台風だと駄目だとどうするんだっていう話なんですけど、雨が降ったらどうするんだと、ミサイルが降ってくるかもしれないのに、ですね雨が降ってくるかもしれないから撤収されたんじゃ、何のための装置なんだと、配備なんだという話になるわけですけれども、これ、 どういう状況で、どういう判断で、このパック3を撤収しているのか、お答えいただけますか防衛省統合幕僚幹部、総括官あの部隊運用の詳細については、なかなかお答えが難しいことをご理解願いたいと思います。まあ、その上上で一般論としして申し上げますが 部隊運用は天候気象を含めその時のさまざまな状況を踏まえて最適な形で行うということになります防衛省と自衛隊としては、まあ、こうした観点も踏まえながら情報収集警戒監視に全力を挙げるとともに各種情報を踏まえた総合的な分析評価などに基づき当日体制を構築していたところでございます以上です福山哲郎君いやだけど これパックスリー部隊、石垣も宮古もですが、えー、配備の指示はで、破壊措置命令が5月29日出てますから、配備の指示は出ていたのではないですか山和総括官、はいあの。破壊措置命令は29日に出てございます。まあ、繰り返しになりますけれども、部隊運用のその時々の部隊運用というのは、 転国書を含めたまあさまざまな条件を踏まえて、えー、行うものでありまして、まあそういったあのことを踏まえて、えー、昨日の体制を構築していたということでございます。福山哲郎君。そうすると、えっと昨日の軍事偵察衛星の発射の前に防衛省は、えー、我が国の領土内にはミサイルが飛んでくるリスクはないということを。お 判断をして、こういう、まあまあ、住民から見ても明らかにです、ね、撤収しているような状況なわけですけど、それを判断して撤収したということなのか、台風の天気予報だったから <laughs> 撤収したのかあの、具体的に撤収するということは合理的な理由がなきゃいけないわけですよ。だって国民の安全に関わっているわけだから。 その理由は何ですかと聞いてるんです大和総括官あの、えーと。4月の22日の,あの準備命令に基づきまして、えー、イージス艦の展開、それからこういったパ a c 3のお南西諸島への展開を進めてきたところであります。まあ、イージス艦による抗争防衛、高層防衛それからあーパ a c 3等による仮想防衛、これを全体でですね。 ミサイル防衛の目的を達成していこうということであります。繰り返しになって大変恐縮ですが、この部隊運用の実際においてはですね、もちろんあのそもそもの情勢、それから先ほど申し上げました天候気象といった条件、これはあの部隊運用のそもそも安全性につながるところでもあります。まあ、こういったことを全てて関した上で。 その時の体制を構築していくということであります。で、このことは31日も同様であったということでございます。福山哲郎君いやいや、それはいろんな状況を鑑みて舞台配置しているのはそれは分かります。しかし、現実に、えー、軍事偵察衛星打ち上げがあったわけです。で、相手からの予告もあったわけです。もちろん期間はありました。けれどもね。その時に。 破壊措置命令が出ている状況でパックスリ3を引き上げているということは、何らかの合理的な根拠やないと、国民に説明つかないんです、でその根拠は、部隊の,あの詳細を打ち明けられないという話ではなくて、じゃあ、合理的な根拠があってパックスリ3を撤収したんだなと、じゃあ、日本政府にとっては一定の判断材料があったというふうに説明してもらわないと、 少しそれは説得力に欠けるのではないかなと思うんですがいかがですか。大和総括官、あの先ほどお答えしましたようにまあ例えば軍事動向についてはまあ常に情報収集分析をに努めているところであります。まあ本当に繰り返しになって恐縮なんですがあの実際の部隊運用もうこの命令下にあってもですね実際の部隊運用については運用の安全性まあそれに関わる気象天候の条件というものも 考慮要素になります実際に昨日どういった体制が具体的に取られたかということは、事柄の性質上あの、恐縮ですが、申し上げることできないんですが、まあ、そういった考慮をして、体制を構築して選択しているということで、ご理解をいただければというふうに存じます福山哲郎君あの。運用の安全性とか天候とか言われると、本当に台風だったから撤収したと思われますよ。手の内明かさないっていつも言ってるくせに 逆に言うとです、ね、これだと天候の悪いときは、激劇態勢取れないんだって相手に晒してるようなもんじゃないんですか、私は別に防衛省のです、ね、弱点をここに明ラムにしたくて質疑してるわけじゃないんです、じゃあ、例えばそのときには日本の領土内には落ちてこない、与那国とか宮古は安全だという判断をしたというんだったら分かりますよ、だけどこれ、前の日に撤収してるからね。 そししたたら相手打ってきたわけでしょだから聞いてるんで、今の答弁で大臣、いいんですか、これ以上突っ込みはないと思いますけど、大臣、今のだと納得しようがないですよ。大和総括官あの。先ほど申し上げましたようにあの、ミサイル防衛の体制というのは、あのえー、上層の防衛を担うイージス艦ですね。 これはもうかなり広いエリアを担当することになりますが、それとパクスリ3の組み合わせで行っております。今回の北朝鮮のこの衛星発射と称するこの事態に対しての我々の対応というのも同様でございます。こういった全体の体制をもって、破壊措置命令の執行しようというふうにしているところであります。 福山哲郎君だからそれだったらパック3をいらないというふうに判断した理由は何かと聞いてるんです、それが天候だとか、安全性だとかって言うから、だからパック3がいらないと判断したって、それは判断したんでしょう、その判断の理由は何かと、それを国民に説明してもらわないと、台風のときには配備できませんって、北朝鮮に言ってるようなもんですよ。大臣 いやもうあの僕はあんまり、なんていうか、弱点をさらき出したって言ってるんじゃないんですけど、それならそれでちゃんと言ってもらわないと。浜田防衛大臣今、ご指摘の点、えー、合理的な理由を説明しろということでございますが、われわれとすると、今回の状態でですね、えー、前日に撤収をしたということについてですね。 我々とすれば、皆様方にごを言っていうか、自衛隊大丈夫かというようなご指摘を受けてしまうわけでありますが、今回の場合については、すね、我々とすれば、今回のこのことについて、我々とすると説明をするのが大変難しいわけでございまして、そういう意味で大変、逆に言えば、そういったことを、皆さん方にご心配をかけてしまったことに対しては、 私とすると大変申し訳ないというふうに思っている次第であります福山哲郎君。まあ、あの大臣が今、正直にあの説明のしようがないと言われたので、もうこれ以上言っても仕方がないんですが、やっぱりこういったことはです、ね、沖縄への配備も含めて安全保障環境が厳しいと言われている中で、相手側から予告があって、そして破壊措置命令が出てるときにです、ね、台風だから、 言ってこういう形で、目に見える形で撤収されたら、みんな、え、大丈夫かって思うのが普通なんじゃないですか、それに対して、ちゃんと合理的な説明もしていただけないというのは、非常に遺憾でございますし、ほ、まあ、他の審議もあるので、一応、今日はこのところ、今日はこれでとどめますけれども、そこは大臣、しっかりとですね、なぜこういう事態になったのかについて、省内で検討いただいて、次の対応についてですね、やっぱり何らかの形で、 この外交防衛委員会でも説明していただかないことには納得しにくいので、まあ、大臣が正直にお答えをいただいたので、これでやめますが、次に行きますが、何卒よろしくお願いしたいと思います。えっと、現在の移転装備転3原則は、共同開発を除き、救難、輸送、警戒、監視、総会に5つの種類に限られています。殺傷能力のある装備品の移転は、まあ、基本的に認められていません。 えー、事故与党は安保3文書に書かれた装備移転三原則の見直しの議論が、まあ、あってです、ね、まあ、見直すんだという議論があ,りあると思いますが、私は、えー、装備移転は殺傷能力のあるものに広げるべきではないと思います。紛争を助長したり、戦争紛争状態をエスカレーションするような装備は、我が国は移転すべきではないと考えています。 平和主義を掲げているこの国が、ま戦後先人が積み上げてきた世界からの信頼を壊すはべきではないと考えています。たとえ装備点をするにせよ、ですね、これまでの原則、そして慎重に殺傷兵器ではなく守る分野、これ参考人の議論もありました。紛争を抑制する分野、情報収集、分析、監視等々に特化するべきで、日本の選守防衛の、 国税に合致するような形での装備移転の状況を維持していただきたいということは、私、強く求めていきたいと思います。事項で議論が始まっていると聞いておりますが、そこはです、ね、私の思いとしては、日本の選手防衛、まあ、戦士防衛だいぶ敵地攻撃能力で危うくなっていますけれども、それでも、それに見合う形でお願いをしたいと思います。大大臣臣いかかがです浜田防衛大臣 ま、いずれにしても、今、ご指摘の点については、我々も、 大変慎重に取り扱うべきというふうに思っておりますし、今後、与党の議論、そしてまたいろいろな形で、我々もまた議論に参加をさせていただく中で、今後ともですねしっかりとやっていきたいと思います。防衛装備移転三原則やですね運用指針をはじめとする制度の見直しに関わる具体的な内容については、先ほども申し上げたとおり、まだ決まっておりませんし、内容に関することを 内容に関してもですね、これは私どもの頃からお答えすることは困難でありますが、今後とも引き続き関係省庁とですね、しっかりと議論をしてまいりたいというふうに思っている次第であります。福山哲郎君、えっと防衛装備はですね、会社の数が非常に多いと言われていて、もう井の方ごしもうご存知の通りで、F2 戦闘機は下請けが1100、護衛艦8300、戦車に。 おいては1,300社、1,000社は1,000社と言われているような状況で、まあたくさんの企業が関わっています。で、その中でまあ撤退が相次いでいるということでございますが、これなぜ撤退するというふうに防衛省は考えているのか、簡潔にお答えください。防衛装備庁辻本長官、お答え申し上げます。えー、昨今の企業経営におきまして、キャッシュフローが重視されたり、高い利益率が求められる傾向にありますが、 防衛事業は、高度な要求性能や保全措置への対応に多大な経営資源の投入を必要とすると、この一方で収益性が低いと言われております。また現状では販路が自衛隊に限られ、成長が期待できないなど、事業としての魅力が乏しく、一方でサイバー攻撃とか、レピテーションリスクなど、多様な課題があるとともに、それらがより顕著になっているということが、委員ご指摘の背景にあると考えております。 福山哲郎君まさに、えー、ご答弁のとおりで、衆議院の委員会を見ると、宮山総務長の前の長官がです、ねまあ、反省して言ってるんですよ、下請け企業のケアは主契約企業に委ねていたと、それから、えー、防衛省自身が防衛産業いじめをしていたのではないかということを、まあ、はっきり言われているわけです。 でこれは今回の安保三文書の問題じゃなくて、もともとの専守防衛の日本の安全保障戦略上変える前からずっとこの問題はあるわけです。私の地元も、日立造船さんというのが当選した頃は大きかったんですけれども、合併や社名を変えても、違う社名に2回変わりました、それからご案内のように、地元の島津政策所も若干撤退を考えていると。 で先ほどもお話があったように、利益率が低いのと、全体の企業の中の売上げ高における防衛,あの防,衛産業の防衛事業の比率というのは、もう10、10%とか10%以下です。で、私、ある下請けの防衛、えー、産業のところで、直接ヒアリングをしてきたんですけど、いわゆるプライム企業がです、ね、100あったとしたら原価が、50取るとで、そこに管理費が30で利益が20載せると。 残りの50を下請けにやれと言ってくると、利益なんか上がるわけがないと、もうこれが実態だっていうんですね、で、えー、単純なですね、えー、機械加工というのは安いから、もう受ける下請け企業はどんどんなくなっている、で技術を持っている下請けは、まだ利が取れるので、な、ま、ん、あ、とか継続できるけど、そうじゃなければ、ですねもうこんな商売なんかやってられないっていうんですね。 で現実の問題として言えば、例えばプライム企業なんかは上場しているようなところが多いので、物言う株主が、こんな採算の悪い事業はもう撤退しろと、撤退して、その工場とかその人員を収益性の高い業種に、業務に振り分けろと、そしたら配当を出せるじゃないかという議論になるわけですで。これはやっぱり株主のよう,いうことだから、聞かざるを得なくなると。ここのことを 本当にどの程度、多少今回の基盤強化の法律で意識はされてるんですけれども、これ、調査なんかしたって、悪いですけど、教えてくれって言ったら、みんな企業秘密ですよ、利益の配分なんか下請けの人が言ったら、上から怒られるに決まってるじゃないですか。そんなこと、こんな自主的に言ってくださいと、善意で言ってくださいなんて言ったって、言ってくれるわけないですよ。これね下手すするとですね プライム企業に発注するけれども、逆に下請けにも直接発注するような状況を作らないと、下請けどんどん冷えしますよ、そしてプライム企業の方だって収益性低いんだから、皆さんご案内だと思いますけど、お久しぶり生産、私、その日立造船とか地元にあったときによく聞いてました、幹線発注が来ると、3年から5年かけて作る間、ずっと資金調達して回してると。 そのうちに材料費とか上がったら、一気にコストより高くなると。で、その分人材確保しなきゃいけない、部品も確保しなきゃいけない、次5年後に発注が来るのか、えー、3年後に来るのか分からない、だからメンテナンスとかとにかく日々日銭は稼ぐと。それはね、気を持たないですよ。これはね、僕は安保3文書に関して言ってるんじゃないです。これれまでずっと日本の安全保障をを支えてきてきくれた方を ほったらかしてきたことに対して、こういうことに対しての防衛省、反省はあるのかともし、もちろんこの法律を出してるから反省あるけど、私はこの調査でまともな調査結果が返ってくるとは思えない、それから基盤強化に補助金出すけど、補助金出すような企業が、国際協力競争力がつくわけがない、輸出っていうけど、そんなもん、軍事のものの輸出なんてどれほど大変な手間がかかって、コストがかかるか。 簡単に成長とか輸出とか言っちゃだめですよ。まさにそのことについて今どう考えているのか。大臣。まあ。官僚の方でも結構ですけど、私の今申し上げたことについて。もし何らかのコメントがあれば、答弁してみてください。<上>土本長官。まずあの委員の方から、今まで、あの。 これまでのまあ防衛装備庁といいますか、防衛省の対応についてのまあ反省という点のご指摘がございました。 えー、我々といたしましてもです、ね、まさにあの一つあの、今回の法案というものはです、ね、これまでなかなか防衛産業を対象とした法律というものを、防衛省が出してこなかった、で今回、まさにこういう形であのご審議いただいているということで、我々としても、累次、防衛関係企業ともです、ね、意見交換を重ねた結果、今回の法案を出させていただいたということは、まず冒頭申し上げたいと思います。 その上で,です、ね、まあ、委員ご指摘の,あの、まあ、いわゆる、えー、プライム企業ではない、いわゆるサプライヤーあの、いわゆる下請けの関係でございますが、若干テクニカルな話でございますが、今回の法案であの、えー、規定させていただいております財政上の措置、4つの措置がございます、供給網の強靭化、製造工程,、えー、工程効率化のための措置、特定サイバーセキュリティ強化のための措置、それと事業承継のための措置、これらにつきましては、プライム企業のみならず、 計画を出していただいて、我々の方で認定すれば、それは下請け企業の方にも必要な経費をお支払いするという枠組みを作らさせていただいたところでございます。それに加えまして、いわゆる先ほど私の方から申し上げました、いろいろな利益が上がらないという点に関しましても、従来の利益率の算定方法を見,出し見直しまして、 一つあの物価上昇等をあらかじめ制度的にビルドインするコスト変動調整率というのを設けるとともに、企業のご努力をしっかり評価する、クオリティコスト、デリバリー、これを評価する QCD 評価ということで5、5%から10%の間で利益率を設定するといった取り組みもしっかりさせていただいているところでございます福山哲郎君、あの僕、何時まででしたか。 あもう終わりですねあのまだ質問たくさんあったんですけれども、あの先ほど言われたように、その補助金とか、あー例えばその事業継承のときに、まあ、お金を渡すとか、辞めるときにその工場をなんとか国が持つとか、これね、どん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 、ね、モラルハザードも起こってくるんですよ。だからちゃんとさっき申し上げたように、例えばプライムが圧倒的に管理費とか利益を取って、下請けに。 全然その利益が上がらない構造が出てるとか、この調査では私出てくるとは思わないけど、そういうところでちゃんとまともに利益が下請けに出るようなお金の流れる構造を作った方がいいと思う、そのやめたら工場を引き受けますとかね、絶対もらわざとおきますよ。で、あんまり単純に輸出で儲けますよみたいな話はしない方がいい、国内でも逆に言うと、日本の、えー、貿易機器はコスト高いでしょ。 高いんだから外へ行って国際競争力なんかあるわけないんですからまずは今の体制をどう健全に構築するかお金が流れるかで私はこの防衛装備の強化については賛成するか反対するか実は非常に悩んだんですしかしこの問題はずっと日本の安全保障にかかってきた企業が4000社近くあってそこは今 厳しい状況になっている特に材料費とか上がっているから、多分全然今までの発注金額だと利益上がらない状況になっていると思うから、そこについてはまあ第一歩ということで、今日うはまあこういった質疑をさせていただきましたけれども、えー、このことにおいては大臣、ちょっと一言だけ言っていただいて、質問を終わりたいと思いますが、いかがですか。浜田防衛大臣 今、委員からご指摘のあったとおり、今まで我々取り組みがなかった部分というのを、どのようにこれをしていくのかという中で、今回の法案を出したわけであります。いずれにしても、問題の認識は全く同じでありますので、ししっかりとと対応したいと思い思ます終わります。